古い仏壇の引き取り供養を年末とても混み合います早めにご連絡ください金箔が拭いてもげない国産仏壇お仏壇の販売が定食なかっ田後期でございます2023年12月の10日今ちょうど5時40分朝動画でございます ちょっと風でですね、喉、なんかガラガラ。昨日の夕方からちょっと腰が痛くなったんですよ。おかしかなーと思ったら、もう今朝起きたらこの声でございまして。やっぱ風なんですね。風から腰痛も来てたんじゃないかなと思いますけどですね。で、今日も元気に頑張っていきたいと思います。しかし腰も痛いし喉も痛いです。はい。まあ、昨日ありがたいことにですね、こちら。 えー、これ、総科学会さんのお仏壇ですね。引き取り供養処分。これは結構大きい。高さが170ぐらいありまして、幅が70超えてましたので、これ8万円、8万円と消費税いただいております。年末はとても混み合います。ですから、早めにご連絡ください。よろしくお願いします。あの引き取り供養しますのでね、3万円から8万円。 高さが1メーター以下だったら3万円。130以下だったら5万円。それ以上でしたら8万円。消費税は別という形になっております。早めにご連絡ください。よろしくお願いします。はい。えー、仏壇引き取り供養。年末早めに連絡お願いします。 えー、菊池郡菊陽町武蔵丘祐様に昨日は訪問させていただきましたあのブログを見てですね、えー、当店にご依頼いただきました本当祐様ありがとうございます本当にありがたいです、はい、大切に供養しますのでね創価学会仏壇の引き取りでございますあの各宗派引き取りますのでねはいよろしくお願いします、えー、ブログを見て連絡いただきましたで年中無休 えー、年末込みます。<coughs> 096329-0224ですね。 あの、早めにご連絡ください。あの、どうしてもこういう大きなお仏壇の場合には一人ではいけませんのでね。ですから人を妊婦を一人雇わないけあげていう形になりますので、それってやっぱどうしても混むんですよね。土日に集中したりしますのでね。はい。で、あの、お仏壇の納品もありますからですね。ですから、早めにご連絡いただければ非常に助かります。よろしくお願い申し上げます。 はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の会話をごあっお祈り申し上げます。